毛沢東が死んで、鄧小平が実力を握ります。で、毛沢東が死んだことによって、文化大革命は終わりました。で、大体鄧小平って文化大革命で一度失脚してるんですよね。で、毛沢東が終わったことで、そして鄧小平が返り咲きます。1978年ですよ。そして鄧小平の体制が作られます。で、鄧小平もまたね、頭のいい人なんですよね。多分ね、歴代の中国共産党の指導者の中で、最もできるのは、まあ、毛沢東もできると言っちゃできるんですけどもね、悔しいからね、そういう嗅覚とかある男だったわけですけども、ただ毛沢東ってめちゃくちゃするじゃないですか。解放とか言いながら攻め込むとかね、めちゃくちゃしましたよね。鄧小平の改革開放路線というのは実によくできてたんですよ。で、共産主義って言っときながら、事実上共産主義をもう放棄しちゃったんですね。もう自由主義で行こうと、資本主義でいいと言って、一応体裁は共産主義だけれども、もう市場原理取り入れて、古びたねソ連の やり方じゃダメだと。実際ソ連なんかそれでね、行き詰まって崩壊しましたからね。このままじゃね、共産主義に未来はないって言って、経済だけは資本主義で行こうって言って、完全に改革路線に打って出るわけですよ。これ鄧小平のすごいことですよね。そして鄧小平のすごかったのは、毛沢東みたいにむちゃくちゃやんないんですよ。かなり穏やかなんですね。ニコニコしながら、いや中国は発展途上国ですって言いながら、もう散々征服しまくった後なんですけども、もうそんなね、世界にね権威を広げていくとか、そんなの毛頭をね考えてませんっていうふりをするんですよね。そしてこのまま黙っていったらね、どんどん人口も増えていって、中国これだけ大きい国でね、もう必ず世界の頂点を取ると。世界最大の経済大国になり、必ず世界最大の軍事大国になるから、世界を牛耳るまで実力を温存するぞと。それまで一切ね色気を見せるなと。中国は弱い国、発展途上国、頑張ってこれから発展していきますという風体をどこまでも保っていくというね、そういう路線を取ったわけですよ。これ実に頭がいいんですよね。そして日本に来て助けてくれと、技術が欲しいと、松下幸之助をたぶらかし、日本の政治家とかもたぶらかし、新幹線の技術が欲しいとか言って、すいません図体はでかいけど貧乏なんでって言いながら、いろんなものを支援してもらってね、世界第2位の経済大国になってもなお ODA もらい続けるって、よくぞそんなね、いや私たち発展途上国なんでって、一応表面上 GDP 大きいけども人口多いから割ったら一人当たり大したことないんですよとか、なんとか言いながらですね、改革開放、しかも穏健路線ですよね。ただ穏健路線って言いながらも、やるときはやりましたよ。天安門事件ですが、この鄧小平という男はですね、表面上優しくして穏健路線を取って改革開放し、非常に頭脳明晰でね、上手に経済発展の道に導いていったんですが、その中国でもやっぱり世界はどんどんね、人権とか自由とかってなっていきますし、いろいろメディアも発達しますから、中国人も世界と比べたら、なんでうちらだけ選挙ないんだとかなるわけですよね。そこで中国の若者たちが民主化を求めてデモをしたり、座り込みをするようになった。これが天安門事件ですよ。それがですね、1989年の6月4日に流血の惨事に至ります。64天安門と言われるのはそのことですよね。中国側は発表で319人が死んだと言ってますけど、そんなもんありません。イギリスは公文書で、最低見積もっても一般市民の死者は1万人以上になったと。中国軍が一般市民を1万人以上殺したというふうに外交文書で報告してます。で、アメリカ側の外交文書でも1万人はくだらないという報告があるので、まあまあその程度なんでしょう。1万人ぐらいはやっぱり死んでんですよね。ところがもう完全な報道完成してましたから、319人で終わらせようとしているわけなんですね。これは全部鄧小平による弾圧ですからね。穏健で頭脳明晰で優しそうに見えてね、人畜無害ですって言いながらやるときはやるんですよね。で、その後中国は徹底的に天安門事件を弾圧していくわけですよ。あの時誰が関わったって言って次々逮捕していって、そして天安門事件について家の中で語ってもアウトです。そうするともう中国人は、もういいですいいです、天安門事件喋ったら逮捕でしょ、分かったらもう喋りませんって言ってみんな言わなくなり、そして今中国の若者はほとんど天安門事件のことを知りません。だって中国で検索すると繋がんないんだから。天安門事件調べたって出てこない。で、海外に出て、海外で仕事したり入学したりとかして、海外で勉強して初めて天安門事件って知るわけですよ。何これと思って見たら、出るわ出るわ世界の新聞が、こんなもん聞いたことなかったよねってなってるわけだから。中国のサイバー部隊今100万人いるんです。100万人が SNS を監視しながら、不適切な投稿があったらバンバン消していくわけですよ。そして警告を打っていくわけ、そして監視下に置くわけですよ。こういうことやってるんですよね。そうやって言論を封じ、自由を封じ、でも中国はなんとかなったんですよ。さすがにね、鄧小平がすごかったんです。改革開放路線が当たったんですよ。どんどん経済が伸びていきました。で、自由はないです。言論の自由もない、民主主義もないです。でもいいんです。中国って本当に貧しかったから、ちょっとずつ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 豊かになると
まあいっかと、まあ言論の自由ないけれども、こんなに豊かになったんだからまあいいよねと。要するに本当貧しかった中国がすごく豊かになっていった。だから多少不満が出ても、だってお前ら食えてんじゃんと、贅沢できてんじゃんと。これまで魚介類なんか食べたことがなかった地域の人たちが普通に魚介類も食えてるでしょ、ビールも普通で飲めるでしょと。やっぱり中国っていい国だよねみたいなね。だから自由はないけども豊かになっていってるっていう実感でもってみんな黙ってたわけですよね。ただ今後はそうではないですよということなんですね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。